皆さんこんにちは村長です今日は音楽の動画ではなくて解説動画の便利な作り方ということをテーマにお話をしたいと思います最近僕の生の声でなくキャラの声にして皆さんにお届けしていますこれをどうやって効率よくやろうかずいぶんこの1週間ほど悩みましたその悩みの結果今僕が ベターな方法としてやり方を解説したいと思いますまずはちょっと見てください今皆さんに説明するための素材として一番元のデータを OBS で撮影をしましてそれをちょっとだけいらないところをカットしたというようなそんな素材ですはい皆さんこんにちは今日も DTM の画面が出ていますが 今日は DTM の話をするのではありませんえそうなのなんだいやいや違うんだよ DTM の話ばっかりじゃなくてこれは実況動画を作っているいろんな YouTuber の人に見てもらうために実況動画で早く作れる方法を説明するためのもんなんだよそっかまあ何でもいいけどね何でもいいって何言ってんだよ ところで、次のの解説はいつするのうん、まあそれは気分次第だね。気分次第私次の勉強したいんだけど。まあでも焦るな焦るな。そんなに焦ったってすぐには勉強できないよ。いや、私頑張る。まあその意気込みは買っておくけどね。ということでこれが最初の素材です。これで動画の作り方を説明します。え、じゃあもう終わるのうん、そうだよ。 じゃあ一緒に、まったねー。はい。こんな感じで撮影をしました。二人での掛け合いのお粗末な二人漫才です。はい。そして次に起動したのが、ブリューという音声認識のソフトです。この音声認識ソフトを使って、僕の声をテキストに変換したいと思います。いわゆる文字起こしっていうやつですね。 先ほどの元映像をここにドラッグしますはいこのようにコーリックが少し違うということが出てきましたので変換しますこのように少し時間がかかって 変換されますそして音声認識するのは日本語でいいですかということが出ましたのでこれで日本語を選択して確認をしますすると文章の抽出を始めます約2分の音声を分析しているところですはい 完了できましたね。本来はこのソフトは字幕を作るためのソフトですが、僕は応用として文字を起こすだけのために使っています。どの時点で5時の編集をしてもいいんですが、僕はこの時点で5時の編集をしています。はい。皆さん、こんにちは。今日も DTM の画面が出ていますが、はい。 今日は DTM の話をするんでわかりませんこれ間違っていますのでちょっと聞いてみます今日は DTM の話をするんではありませんえはい、ここがするんではありませんがこんな風になっていますだからもうちょっと標準語っぽく直します これが和射が混在しています。これをこのようにカットペーストで戻します。こういう超音もつけておきます。そして先ほどのところもちょっと忘れましたが、ストリームデッキという便利な左手デバイスにこのような三角をつけれるようにしてあります。 これは相方の話と分けるためなんです。じゃあここにも三角をつけます。ここも誤認識ですね。何でもいいって何言ってんだよ。 このように音声合成するときにおかしく発音するんじゃないかなと思うところは、ここの時点で直していっています。確認のために一度流します。はい、皆さんこんにちは。今日も DTM の画面が出ていますが、今日は DTM の話をするんではありません。

これはテキストファイルにしておきます。これあの翻訳もできるのでこういう風になっていますが、この開業というのがあるんですが、これは別に1行でいいですので、開業1回という風にしておきます。そしてエクスポートをします。実況動画の作り方、ブリューテキスト。これでいいですね。はい。保存。ブリューでの操作は ここまでです。はい、次はさくらエディターという文章編集ソフトを立ち上げています。これはどんな編集ソフトでもいいと思いますが、無料でとっても使っている方が多いソフトです。これを先ほど作ったテキスト、それを読み込みます。これの先頭に和社の名前を付けていきたいわけです。 三角は相方用の文章です。これでどうなるか。僕はマクロというのを作っています。キーマクロの読み込みをします。和射というのでマクロを作っています。そしてツールでキーマクロの実行をします。はい。このように瞬間に和射が書き込めましたね。でも、 今日は東北いた子さんではなくて、ゆづきゆかりを使いたいと思います。そういうときはこれを変更します。ゆづきゆかりの名前はどのようにしたら出るか、ここにちょっと仮にテキストを入れてみます。あーっと。そしてゆづきゆかりを載せるとこういうことですので、このゆづきゆかりを コピーします。なぜならスペースがあったりしてはいけないので、このように確認のためにしたわけです。そして東北イタコを入れ替えます。置き換えにします。そして、こちらのペーストしたのをここに貼りまして、そしてイタコはこちらに貼ります。 はい。このように正確に置き換えをしてください。すべて置き換えボタンを押します。はい。じゃあこのように変更が聞きました。これがテキストエディターでやる作業です。一応念のために保存し直しておきます。上書き保存です。次は ボイスロイド2を起動します。先ほどのテストは消しておきます。そして今の文章を持ってきます。はい、このようにできたわけですね。ちょっと今日の解説動画は元気よく2人が掛け合いをしていますので、僕の男の声というのを少し元気めに やっておきますこれぐらいで試してみますはい皆さんこんにちは今日も DTM の画面が出ていますが今日は DTM の話をするのではありませんそうなのなんだいやいや違うんだよ DTM の話ばっかりじゃなくってこれは実況動画を作っている いろんなユーチューバーの人に見てもらうために実況動画で早く作れる方法を説明するためのものなんだよそっか、まあ何でもいいけどね何でもいいって何言ってんだよところで次の解説はいつするのにはい、まだ5字の修正ができてなかった分がありましたよねえー、っと解説はいつするのこれですね、これがゆかりでやりたいと はいこれがまず違いましたかそして「いつするの?」にっていうこれがクエスチョンですねはいみなさんこんにちは今日も DTM の画面が出ていますが今日は DTM の話をするのではありませんそうなの なんだいやいや違うんだよ。まだもうちょっとやろうかな。抑揚をもう少し上げます。そうなのなんだいやいや違うんだよ。ちょっと元気よくなりすぎましたね。こうやってまあ時間のある人は細かく変えていくのもいいと思います。これで一応できました。 凄腕調整師の人はもっと上手にするんだろうけれども、まあ、この辺で終わっておきます。そして書き出しします。確認のためにツールのオプションからこの音声保存を見ます。この終了ポーズというのが200ミリになっています。案外長めですので、これ自身を短めにします。いわゆる一行一行の間合いですね。間合いは編集ソフト。 今回はレコッテスタジオですけれども、それでも調整できるのでいいんですが、少し短めにしておきます。100ミリ秒にしておきます。じゃあこれで音声の保存をします。一文章ごとに切って複数のファイルに書き出すというのをします。これをホルダーに書きたいと思いますが、 えー、これはどこにしようかなホルダーはレコってスタジオで使う場合は新しいホルダーにしていく方がいいと思うので、えー、新規のホルダーをこのブリューのところに作ります解説テストとでもしておきますはいじゃあここにファイル名は 解説という名前でやっておきます。はい、保存ができました。はい、このようにできていますね。でも、この番号の付け方がちょっと気になるのです。これを例えば名前順でそうとしますと、番号順にならない場合があります。 まずはレコッテスタジオで確認をしてみます問題はここなんです今日の解説動画はここを話がしたいがために作ったようなものなんです YouTube 完成動画のブリューのあこの解説テストだ 0011に続いてですね、本当は2が来てほしいんですけれども、これが2が後ろの方なんですよね。ほら、2。30を超えてたら、これが3、4、5、6。ここにこんな風に来てしまうんですよね。数字の先頭の文字で並び替えるからです。こうなると、 今は20とか30とかですからそんなに影響はないんですけれどもこれ実際は200300400それぐらいの数になるんですねこれが順番が変わってたらですねここに配置する時にとってもとってもとっても大変なんですよねこれで頭を打ちましたそして僕は今はボイスロイド2に この電板の付け方を変えてほしい、もしくはそういう追加機能ですね。まあ、このままでもいいという人もいるだろうから、これを変えてほしいメールはしてあります。えー、でもですね、これをやるやり方を発見しましたので、ここからが皆さんメインですよ。ここから見てくれないと、この動画を見る意味は全くありませんのでね。ということで、その解説をしたいと思います。 次やる作業は先ほどのファイル名の連番がうまくできていないそのファイル名の変更をしたいと思いますこれには、まあ、いろんなソフトがありますが画面の上部に書いてある正規表記を使えるソフトじゃないと意味がありませんのでまずはダウンロードしてください僕は、 オールリネームというなんか漢字になってますがソフト名は英語ででも検索できると思いますので「オールリネーム」というのをダウンロードしてくださいそしてまずどのホルダーかということを選択するためにこの左上のところを選びますするとこのようになりましたのでブリューの中の解説テスト これですね、開けます。そしたらこのように出てきます。そしてここに置き換えでこの上の部分をコピーします。僕もすぐには思い出せない時があるので、このように保存をしています。そしてこれが4桁を取る時のやり方です。 ゼロをいくつか埋めてドル1というのはこの括弧の部分という意味ですいわゆる変数と呼ばれるものなんですがそういうふうに設定をしますはいこのようにして変更前に変更確認というのができるようになっていますので変更確認をしてみますはいデロがこのように4つついて 一番先頭だけは初めがゼロですので5つついているように見えますがこのようになりますそれで実行をしますこれをコピーしますそして今度はこの変数文で書き換えます はい、このように置き換えの指定をします。確認をします。はい、このように桁揃えがうまくできましたね。変更の実行をします。順番に並んでいます。これならレコテスタジオで一気に読み込める。そういう ファイル名の約束ごとになったというわけです。ここをよく覚えておいてください何度も言うようですが僕はこの部分を一番言いたいがためにこの動画を作っています皆さんもこれをメモしておいてください解説 w フンというところはその時々で皆さん変えてみてくださいそれではレコテスタジオを みんなが持っているとは限りませんそのような時にどんな動画編集ソフトででもできるやり方をやりますそのために順番を並べたようなものですちょっとこのトラックいらないですから消しておきますねじゃあここに先ほどのファイルを読み込みますこのようなファイルですねこれを全て選択します そして、これをタイムラインに引っ張ってきます。はい、七、八。九、十、十一、はい、このように思った通りに並んでいます。 まあ一括でドラッグドロップできないソフトというのを考えた時にはまた次の作戦も考える必要があるかも分かりませんがこうさえやっておけば便利にできますそしてこれはこのように影響のあるるトラッックだけをリップル編集でききようにしておきますこのような機能はどの動画ソフトにもほとんどあると思いますリップルと言います この上の波形とを見比べながら並べていくことができます。最初に戻っていますが、このように、はい。そして切らないといけないようなところはカットします。そしてこうやって合わします。大体いい波形がよく似てるので、合わしていくのにそんな無理がありません。 ある程度超えるところもありますがこういう時は聞きながら大丈夫か見てみますそして上のボリュームは少し小さめにしておきます今日は DTM の話をするのではありませんそうなのはい。このようにどうしてもずれるようなところはここでカットをしたりしてそして縮めます

はい、いやいや、はここから始まります。はい、この辺で。何もきっちりする必要はありません。波形を見ながら、このように。動かしていけばいいわけです。ここで、ちょっとテストの再生をしてみます。ミュートします。はい、皆さん、こんにちは。 今日も DTM の画面が出ていますが今日は DTM の話をするのではありませんそうなのなんだいやいや違うんだよ DTM の話ばっかりじゃなくてはい、ただしレコッテスタジオとは違うのは残念ですがキャラクターを動かしたりとかそういうような気の利いたことはできていませんやはりそこはレコッテスタジオは 実況動画 YouTuber さんにとっても親切なマニアが喜びそうなそういううまい作りになっていますこの後レコッテスタジオでのやり方というのを少し説明しますので関心のある方は見てくださいでも音声をキャラ声に変えるというところまではどんなビデオ編集ソフトででもできるということを見ていただきました では、最終の仕上げのレコッテスタジオに入っていきます。まず起動します。じゃあ、掛け合いの実況動画なので、これを選択します。そして、左側に僕のキャラクターが入りまして、右側にゆずきゆかりが入ります。そして、このまま OK をするんですが、 画面のサイズ構成をやります。僕は今ちょっと特殊ですが、Windows の画面を1920-1200という風うにしていますので、これを選択します。そして、音声ホルダーを選択します。先ほどの音声のあるホルダーを選びます。OK をします。 そして確定の OK をしますとこのようにファイルを読み込みますこのようにちゃんと和車が特定されてこのように並んでいます 一度何もしないで流してみますが、動画がないとちょっと雰囲気が出ません。今回は解説といっても背景のバックだったぐらいですので、適当なイメージでやりたいと思います。はい、これですね。これをドラッグして、映像のところに持っていきます。 そして、0、1をしっかり合わせます。こういう感じですね。今、お尻の長さは違うはずです。はい、このようにですね。 でコってスタジオの詳しい使い方については次回にやっていきますがどうやってこれを特定の位置に並べていくかと言いましたら最初の元の音声を下げておきます15デシベルも下げたら下げすぎかなそしてここでまあ波形も見ながらこの波形ねあまり頼りにならないんですよねでもこうしながらちょっと聞いてみますはい、はい、皆さん こんにちは、今日もというのが早すぎましたよねこういう時は後ろをすべて動かすというツールがここにありますのでこのままこのように下げていくわけですそして確認をしながら今日も DTM の画面が出ていますが今日は DTM の話をするのでまあいません そうなの,、はい、うなのというのがこの辺ですのでこれもこのようにこうやって位置を合わせていくわけですこれだけでざっくりした音の長さは調整していけるようになりますそして僕のキャラは立ち姿のように顔だけじゃなくて全体になっていますゆかりさんは 胸から上になっていますよねこれを合わすのはこのように選択をして大きさを変えますだいたい顔の大きさが二人が同じぐらいになるようなところに持って行きましてこれではみ出すところまでいけばいいわけですこんな感じにすれば下の音声をミュートにしていますので こういう風な感じに仕上がります。はい、皆さんこんにちは。今日も dtm の画面が出ていますが、今日は dtm の話をするのではありません。そうなの、なんだ。いやいや違うんだよ。dtm の話ばっかりじゃなくって。これは実況動画を作っている。いろんなユーチューバーの人に見てもらうために、実況動画で早く作れる方法を説明するためのものなんだよ。はい。 まあ、こんな感じです。レコッテスタジオの編集については、また別の機会の動画で解説をしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。村長でした。